こんばんは、宇井雅子です。あ、はい、こんばんは、美濃美和子です。<laughs> はい、<laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、えっと、美濃美和子さんをお招きしてのライブになります。で、私の方からですね、美和子さんの紹介をさせていただきたいと思います。はい。で、はい。美和子さんは友引式コーチング、認定コーチ。で、いらっしゃいます。で、えっと、和子さんは約十年に及ぶ。 スピリチュアル活動を通してワークショップでの、まあ、講師のご経験ですねとか6000を超えるセッションのご経験をお持ちでいらっしゃいます。で、2017年より女性の自立を支援するイマージュ、イマージュですね、を主催されていらっしゃいます。で、2020年に友道秀人博士に出会われて トマベ知識コーチング認定コーチとして活動を開始されました。で、その以後ですね、イマージの活動は、まあ、コーチングがメインとなって、そして常にクライアントが絶えないコーチとして邁進中でいらっしゃいます。ね、そして NPO 法人にて女性の就労支援の講師を務めるとかですね、 まあ、社会貢献にも尽力されていらっしゃいます。で、さらに、と脳と心の正しい使い方を広めるために、同じくコーチでいらっしゃるお嬢様のあゆこさんと親子でですね、親子でスタンド FM でとにかく明るい脳科学を、<laughs> <laughs> こう、公表、発信中です。 さんの紹介をさせていただきましたが、はいはい、それでは美和子さん、一言ご挨拶よろしいでしょうか。はい、はい、あ、ありがとうございます。あの、今、あの、雅子さんに、えー、ご紹介いただきました。えー、苫米知識コーチング認定コーチの美,美和子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> はいえー、今日は、はい、はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日は美和子さんに、<laughs> はい、えっと。 演技の理解が人生を変える。ドリームキラーがドリームサポーターに変わるとき。というね、お話をしていただきたいと思います。で、今日のライブを聞いてくださることでですね、人間関係における悩みが即解決する、解決できるヒントを得ることができます。ということで、ね、あの、皆さんお楽しみに。<laughs> はい。 で、最後の方にはですね、特典のね、ご、お知らせとか特典のご案内がありますので、最後までどうぞお付き合いください。あと、えっ、ー、とですね、すでにご覧になってくださって、えっ、ー、と、江村義下さん、こんばんはということで、こんばんは。ご視聴いただいてくださっています。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。いますはい。 さそれでは、演技の理解が人生を変える。お話。楽しみですね。うん、そうです。うん、そうですね。演技って、ちょっとなんとなく、こう難しいな。と思う感じなんですけれども、宮子さんがね、優しく解説してくださると思いますので。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、改めまして、あの、今日じゃ、演技をね。 あのテーマにお話しさせてていたただこうって思っ思んですね、はい、で結構ここって縁起ってところってねとまめ知識コーチングの結構肝になるところだと思うんですよね。で最初そのこの「縁起」って聞くとあの私たちコーチはもう普段からよく「演技演技って言ってるのであの分かるんですけれども。 あ,のあんまりコーチングとかにねあの触れてらっしゃらない方だとあの演技する方の演技女優の演技する方の演技って聞き間違える方も結構いらっしゃってで改めて今日はねその同じ演技でも。 あの「今日は縁起がいい日だ」とかの,、うん、あ,のあっちの縁起ですよね。そですねあのであるということをちょっと説明させていただいて、はいえー、なぜそれがそんなに大事なのかなということをちょっと話したいと思います。はい <laughs> 縁、はい、が起こる方の縁起ですねの話。縁起縁起っていうかんか演技する方ですかとかねたまに言ったりするんで。<laughs> そうですね、だってなんかコーチングと演技ってえ何っていう感じがねあるのかもしれない。そうなんですよねあ,のあんまり急にハってこうそっちかみたいなそっちの思わなかった <laughs> みたいなねよくあるんで。ねはい、であの私も最初これ聞いた時に。 あのえー、と同じように「ん?」ってなっ,たなったところなんですよね、うんあの。縁起がいいとか縁起が悪いっていうなんかそのいう言われ方をよくしてるからそのフレーズとしては知ってるけど、えー、縁起そのものの意味ってそんな考えたこともなかった、まあ、縁があるっていうかさなんかそんな感じみたいなね。ですよね。 このコーチングに触れることで玉部博士もたくさんの著書の中で縁起については書かれているんであの読んでいただければわかるんですけどあの平たく簡単に言っちゃうと、ええまあ、人間関係の悩みがこう普通私たちって誰でもあると思うんですけれどもねその時にこれ知ってればすごくいいなと思うんですね。はい。 もう本当にお釈迦様が昔解かれた悟りと呼ばれるものの中悟りがあの縁起であるというふうにトマメチ博士はあの説明してくださっているんですね。でこれどういうことかっていうと、まあ、自分を含めてうんこの世のすべてのものは自分の他の関係性によって何らかの関係性で成り立っているよっていう考え方のことなんですね。 だから自分っていうのはよく説明されるのは「私は美の美和子です」って言ってるけど西宮市に兵庫県にいますとか誰々の、えー、と娘ですとか、えー、子供が2人いますみたいな,でなんかこうそういう自己紹介っていうものを必ずした上でこの「私」っていうものが皆に理解してもらえるような成り立つっていうようなことなんですけれどもあのそのように。 えーと自分っていうものは必ず何かの関係性で成り立ってるっていう基本的な考え方が縁起であってあとまあこの世にそのね裏の意味として絶対的なものはないっていう決して絶対的なものはないんだよっていうものが縁起ののっていう意味に含まれているんですよね。うん、でこれを、うん、聞いた時うーんって最初思ったんですけどよく、うん、よく。 みみしめてみるとだんだんだかってくるんです、ねうん、<laughs> ですあのまあその本読んだりするともちろんよくわかるんですけれども、うん、確かにあの博士もよくおっしゃるんですけどこの縁起を理解する上でねじゃああの私のあんまり好ましくない、うん、その何、まうん、だ友達がいるとしますよね。でそのうん 友達とは割と切っても消えない腐れ縁みたいな感じでいやなんかいるとしますよね、ええ <laughs> うん、そうするとなんかその相手の人っていうものは別の人間であって自分と何か知らないんだけど、うん、あの人と縁があっていつもあいつムカつくんだよねみたいな <laughs> 意識であのいるとちょっと違うってことなんですよ縁起の解釈としてはね。うん、あの 別個の人じゃなくて自分の関係性の一部の人だから、うん、その人の存在は嫌いでもいいんだけれども、うん、嫌いな人でも自分との関係は認めるっていう関係,、うん、関係の方を認めるみたいな考え方なんだな、うん、ということなんで、ねうん、うん、でこれもなんかなかなか最初は脳が慣れてないからねなんかう,ん、うーんってなるとこだなけどね。<laughs> うん、でもこれ実はこれも私も一生懸命そうだなと思ってあのトライしてみたんですこの考え方を日常にいろいろはめてみようと、うん、そうすると本当に劇的にすごく人生が変わるというか人間関係がねあの変わったんですよね変わったんですね <laughs> そうなんですだからその辺のシェアが今日できたら多分縁起っていうものが分かってもらえるかもしれないなと思うんですよね楽しみです <laughs> ありがとうございますだから、うんえっと、この世に絶対的なものはないっていうのが裏の意味であるって今言ったけれどもそれっていうのは絶対的なもんないんだからその常に変わりゆくものでもあるっていう捉え方だからその嫌な人がここにいてもその人も、うん、あの別個のものでいつもこの人は嫌な人だなって思っていたら、うん、なんか変わる気はしないんだけれども <laughs> 自分の <laughs> どうしうまあ、自分の考え方見方がその関係性として認めた場合に、うん、自分も変わっていってるんだからこの人も当然変わるよねっていうことが成り立つってことなんですね。うんうん、ちょっとこう難しいかもしれないんですけどただこれを私は実生活にねちょっと当てはめてみたんですよ。うんうん、でね、えー、っとどんなふうにしようかなと思って。<laughs> ちょっと自分なりにいろいろトライしたんですけれどもやってみて一番効果があったのが、えー、とイメージとしてなんですけどね、ええ、私ってこの姿の私がここにいるじゃないですか <laughs> でここに縁起にある全ての関係性のあるものがあのここにこう散らばっているようなイメージでおーやっぱりこうクジの羽みたいな感じでこうあっちこっちにそうなんですよね、うん、で本体はこの鳥さんのこの心を自分なりだも、ええ <laughs> うん なんかってとうこはバーッと跳ね広げて別物になるじゃないですか何かね。うん、でその一枚一枚の羽が、うんえー、今自分にはい縁起のある人とか物とか事柄なんだなって思った時に、うん、関係性を認めるわけだからまあ嫌なことも当然あるじゃないですかとかあの人すごい羨ましいなって思うこととか、うん、なんかやきち焼いちゃうこととか。 なんかかついしちゃう相手とかねあの人を見るとまぶしすぎてもなんか自分が落ち込んじゃうみたいな相手とかそれもてこて自分の羽の一部なんだなって見てみるわけですよね。はい、そうするとえっ、ー、とね私のためにやってくれてんねんなってなってくるんです、うん <laughs> んか別にそ,そんなにキラキラ輝く羽の一部がここにあっても、うん、そう別個のものと存在を別と思っちゃうとすごくこう苦しいんだけれども、うん、関係性を認めていれば関係のある人、うん、自分の一部だっていう羽だと思った時にあ私が頑張ってやらなくてもいいことをこうやってやってくれてるんだ、うん、<laughs> ありがとうみたいな本当にだんだん本気で。 あのー、<う>思えるようになってくるんですよね。最初は無理やりですよ。もちろん。うん,う,んうん、全無理やりなんですけどね。ええ、うん。羽と思う。羽、そう、それも自分の美しい羽。<laughs> 自分の美しい羽とも。うはい。陽子さん、ちょっといいですか。自分の美しい羽と思うというところで。はい、ちょっとコメントを読まさせていただきます。はい、お願いします。飯田千恵さん、こんばんは。こんばんはいつもありがとうございます。 さんありがとうございます。ムクダカヨコさん。大阪市からご機嫌よう。ありがとうございます。長井祐二さん。学んで生活に行かす素晴らしい。わありがとうございます。クジのクのもイメージしやすくていいですね。いや嬉しいです。というコメントをいただいてます。ありがとうございます。美しい。クジの羽根。うん。と思う。 そうなんですそれ、まあ、私はそれで割とうまくいったかなと思うんですなみんな,ないのういりそうやり方はあると思うんですけど、それは,それは別に最初、慣れるために、脳が慣れその演技っていう考え方を常に、えー、と忘れないように、この関係性で私が成り立ってるってことを忘れないように、うんえー、それをちょっとやってみたんですよね。うんうん、そしたわりと私もちょっっととそれやってみようかなぜぜひぜひね割とね、やりやすいですよ、割と。 なんかすごくイメージしやすそうそうなんですよイメージできれい、ね、だし羽がそうなんですよねうん<で>、うん、はいうんねねあの京都の三十三間堂さん行った時に私あの千手観音さん大好きなんですけどあ,あそこにお参りした時も手が千本こうあるじゃないですか <laughs> あれゃ見た時にこれは演技だと思ったんですよ、うん、それもいいですねそうなんです、うん、だかからなんかこう自分のの中であの やっぱりこうそれを落とし込み込む時にイメージすることってすごく重要だと思うんでちょっとそれをねあのやってみたら割とうまくいったんで <laughs>。つながってるっていうその感覚をねつかめればそうですね何かね多分自分はこの本体であるし日常はこの本体ではあるんですけれども、うん、あのそのなんか羽でつながって 出たら普段は閉じてるんだけど、うん、なんか人の時に必ずこの縁起が助けてくれたり、うん、なんか出てくるっていうことがだんだん自覚できるようになってくるんですよね。うんうん、そうするとあなんか、あのー、あんまり比較とか競争意識みたいなのが本当になくなるっていうかうんあんまりいいこのままの丸腰の私でいい,い,いんだなってだんだんなんか思えるようになるんですよね。うん、ででこれでこれでいこうみたいな ううんそうそう関係性のおかげでで <laughs> 無理しなくていいみたいな、うん、おすすめですね皆さんにそうですねなんかすごくおすすめだと思うんですよねなんか、はい、うんなんなかもう持ってる、うん、もう持ってるその才能もみたいな誰かがこうそばでいてくださるその教えてくださることとかもそうですけど、うん、前はなんかね追いつかない自分がもうダメだってなってたんですけどね。うん なん,かそんな風にみんながすごいのにせっかくいいこと教えてもらっているのにで,できないみたいなん <laughs> あのが逆になんか差をつけてしまっていたんですけれどもこ、うん、れがなくななくくってくるかなと自分の美しい羽ですものねそうなんですよもう申し訳ないけど、うん、<laughs> その人たちは私の羽なんだってこう思うとですねあの <laughs> 結構あのいいのかなと良さそうです。皆ささんぜひ、ね、試してみてみください <laughs>、はい おすすすめで,すそ,です、ね、そしたらね、うん、なんかね何それをやってみたら何が起こったかっていうと、うん、あのえっとさっき言ったように縁起ってその固定されたもんじゃなくてそのそれは存在も絶対的ではないから変わっていくもんなんですよね。で自分がそういうことをやり始めるってことは私は昔とは変わってるわけだからその縁起にある人たちがどんどん変わっていったんですよ。<laughs> なんか うん、おお宮子さんが変わることで周りの人が変わっていったはいそうですね、うんうん、まさにまさにコーチングのもう、はい、肝のところなんですけど、うん、それがあのコーチングセッションを受ける受けないとかっていうよりもこのものの見方が私がちょっと苦弱をイメージしてそういうふうに見,る見ようとしただけで、うん、縁起にある人たかとか事柄が思いっきり変わっていったんですよね、うん、ものすごい勢いで、うんうん、そうで。 えっと、私があの、まあ、一番近い演技で言ったらやっぱり家族じゃないですか、うん、まあどう重要性が高いというかね、先ほどご紹介いただいたんですけど、例えばうちの娘が本当に信じられない展開なんですけど、マベ知識コーチングの、ね、コーチに行はい、うん、っていうなんてもう,もう想像もできなかったですし。 こでコーチの人って、宮古さんとあゆこさんいや、ほかにもね、いらっしゃるのではないですけどね、ただ、うんあの、まあ、本当にもう、本当に現状の外です、それは本当になんか、私の昔の自分ではもう、うん、とてもじゃないけど、考えられないことだったんですけど、うん、今、一緒にまあ活動も、あのそのゴールに向かう通過点として、二人で頑張ろうねってなってるんですけれども、そういうのも、 ま本当に自分が意図はしてないわけですよそんなことね。<う>自分の見方とかそういう何か自分たちの内面が変わったことで、演技の人たちが何か変わっていくと。うん、すごい。はい。でその最初は私がその。 ご紹介いただいたときにね、あのこのコーチになる前、スピリチュアルな活動をずっとやってたわけです。<あ>今もね、はい、やってるんですけど、その時も私はすっごい人生に行き詰まったがからゆえに、その世界に行ったんですけれども、うん、そういう時ってあの、絶対反対されるだろうと、家族とか友 <laughs> 人<に>は。<laughs> とてもじゃないけど、言えなかったんですよ。うん、それぐらいあの そうじゃないなんていうんです常識の世界にもうしっかり生きてきたんであのそこで幸せじゃないわけではなかったんだけれどもやっぱり自分の中の本音の違和感が、うん、<laughs> どうしてもなんかあの苦しくて自分探しのためにそっちに行ったわけなんですね。うん、だけどその時はあの誰にも言わないで絶対にこれ言ったら反対されるって思ったから。 あのやったわけなんですけれどもその延長が今このその活動の先に、えー、コーチングの博士と出会ってコー,チのコ,ーチコーチングのコーチになるっていうこともあってあのこれも誰にも理解されないじゃないかというのがあったんですけれども私がこの縁起っていうものをそういうふうな理解で日々暮らしたり、えー、日々コーチングセッションを行ったりとかですねをあのやった時にですね 言ったように、その縁起の人たちが、やっぱバラッバラと変わっていったんですね。バラバラと、もう、その出会う人もそうだけど、うん、ずっといる両親とか、その親戚とか家族の。な、なんか、性質っていうのは、何だろう。<laughs> なんか、て。<laughs> うん、今や、その奇跡なんですけど、娘と一緒に、そのやっている。えー、とにかく明るい農家、ラジオに、なんと、私の父、実の父が、この間ゲストで出てくれたんですね。ああ。 お父様だったんですね。そうなんですよ。そう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 。<ー>そうなんです。すごい。じゃあ三 <laughs> <ら>代、うん、ね、三代です。そうですそうです。わあ <laughs>、うん。でそこがやっぱりなんかあのまあ奇跡、私でしたらすごい奇跡だったんですね。そういうことがまずあの理解されない関係性というか、うんうん、で思い込んでたので。 うん、だけどそこにこういうまあプロセスがあって、うん、あの突き抜けて私がそのややの反対されたと心配かけたにしてもやり続けたってことがそのコンフォートゾーンを、ね、ずらしたっていうか抜けたっていうことがやっぱりそのドリームキラーがドリームサポーターに変わるきっかけになるんじゃないかなとなるほどね思うんですよね。そっか うん、なんかそうそうな,なのでちょっとこうまあ本当に自分の話ばっかりで申し訳ないですけどリアルにうんと変わるよってことは本当に思います。なんかもう全くあの関係考えられないことも起こるし、うん、でもそこに、えっと、自分がこのコーチングの大切な演技という理解とか、まあ、その他にいっぱいありますけれどもセッションとかさせていただく経験を踏んでねあの、うん 確固たるものになっていくんですよね、それが。ねえ。それでなんかこうやってで、ね、また、あの、角井政子コーチに声かけていただいて。<laughs> <laughs> これも縁いいですからね。ないんですよね。しかもね、うん、私、このフェイスブックって本当に全然わかってなくてですね。うん、<laughs> すみません。あの、えっ、ー、と、インスタとツイッターはやってるんですけど。はい。 は全くもうこれもうもうアカウントは死んでおりましてそこに、うん、あの角井雅子コーチの2の一声で、うん、あこれはもう私がフェイスブックを動かす時期だとせっかくやってるんだからいいですよね、うん、そうなんですそれがねそうやってこうやっていろいろ準備をこうやって今日呼んでいただくにあたっても本当にいろいろねあのしていただいて。 いや、すごい演技、私すごいとも思いました。ね、私もすごいと思いました。<laughs> もうこんなにね、素敵なね、美和子さんにいらしていただいて。私もすごく幸せだし、うん、本当に縁、ね、縁起を感じますよね。よね一つの羽。羽根です。あ、もうあ、あい羽雅子がここに。<laughs> ね、美和子がここに。<laughs> もう失礼ながら。い,いえ、あ、ここに。すごいですね。 そうなんですよでそれはなんかその決してそのね、うん、なんか傲慢な意味ではないんですけどね自分の中ではそういうものだって思ってえっとさ支えられてる感じっていうんですかね差があって追いつこうじゃなくて、うん、もうすでに支えられている感じっていうのを、うん、なんか持ったときにあの今、自分がやるべき今、目の前のことにすごい集中できるんですね。うん あの今回もあのあの本当にまさかコーチにここまで引っ張ってきてもらってお忙し超お忙しいみやこさんにねえいえいたえい,、ね、いやーすごいですよねでもう本当にこのコーチングに出会ってすごいもうなって思います本当に心が、ね、でコーチングをする,するたんびに自分も変わっていける はいね、クライアントさんだけが変わるんじゃなくて自分たちも変わっていける本当にそうですよね多分,多分っていうよりもきっとその宮子さんの姿を見てお父様もドリーム、ねまあ、キラーだったかどうかは分からないんですけれども、まあ、ドリームサポーターに、ねはい、なってくださった。そうなんですよね,ね うん、じゃあもうみや子さんの周りはもうドリームサポーターだらけですね今はそうですね,ね <laughs> あのなんかあゆ子さんをはじめ本当にねね本当にそうですよねだって親子でドリームサポーターってこんなに素晴らしい関係ってないですよねああありがとうございますもう本当にそれをねお互,いお互いに素晴らしいことだとね思いますよねうん、うん そうですねほ本当にありがたい、うん、本当にありがたいなと思ってますねだから私もそのあゆこさんの、うん、あのそのそ羽の一部であのサポーターの一部であり続けるっていうゴールもあってですね、うん、ついついこう親子ってほらやっぱいろいろあるじゃないですかやっぱりねあの、うん、あのその昔の自分でいると。 あのお母さんとかっていう風な、あれを持っちゃ、も、持って、なんかほら、余計なことを言ってしまってはいけないなとか、ね。うん,う,んうん、でも、ほんま、それはね、おかげさまで、本当になくなっていて。あの、もう親子なんだけど、親、親子じゃない感じですよね。親子だし、コーチ仲間だし。しですよね。で、ね、<ー>スタンズ F. M. を一緒にやってる <laughs> なんていうんですか。<ー>その、ね。ビジネスパートナーだか、わかんないですけど。うん。で。 もうすべては演技です。ということで演技もは演技です。ということでね参考になればねあの,ぜひあの,あの皆さん参考になさってみてくださると嬉しいです。とてもとてもそのイメージしやすいし、うん、すいません <laughs> あの使いやすい。うん ね、利用使いいいやすいっていうか利用しんついついそうやってこうイメージでこう嫌,な嫌な人が出てきてもこうそういうふうに思ったりで別に嫌な人がそう出てきても重要視しなければ下がっていくんであんまりそういうふうに重要視して感情に乗せないように、うんえー、あ関係性何らかの関係で出てきてくれた人なんだなっていうふうにして、まあ、なるべく。うん ですねかん、そう、出てきてくれた人なんだなっていう、そういう人なんだな。出てたんだっていう。<laughs> 私のために。すべ、ま、て私のために。<laughs> だって私の羽根ですから、ね。そうなんですよ。うん、ちょっと。 本当にそう,そう思ってます。もうもう本当に美しいあの人たちとかも,も,うあもう頭の良くて、本当にーチ仲間の人って素晴らしいじゃないですか、みんな頭が。うん、本当にすごい人ばっかりで、最初、偉いとこ入ったものと思ったんですけど、そのうちだんだん、いや、あの、私はやっぱりこの羽をいただいてるので、うん、この,あの手札はこれでいい、自分の手札でいくぞと。そうです。 そういうふうに思えるようになりました、本当にね。こんなに素晴らしいみや子さんがそんなことをおっしゃるだなんて。<laughs> <laughs> いや、もう最初はそんなんもう。最初当時、ね、も、それはもうね、自己家事なんかもう皆無でしたから、昔はね。今はこんなに輝く、きキラキラ輝くみや子さんになってらっしゃっています。<laughs> ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。うますそうですね。 はい、ドリームキラーがドリームサポーターになるときっていうね、お話をしていただきました。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。うそうしたら、みやこさん。はい。お知らせ。はい。お知らせをしていただいてよろしいですか。あはい。ありがとうございます。はい、はい。じゃあ、あのお知らせ。 ていただきます、はい、えですね、8月、今月8月の18日から20日までの、はいはい、3日間。18日、木曜日ですね。えっと、はい、木金土ですね。木金堂、はい。18から20日までの間に、はい、あの私の,あのプレセッションって言って、あの友達コーチングの、えー、はい。 コーチンングの、えっと、体験セッションをあの、うん、一般に募集してる,するんですすね、ね。してるんです、ね、はい、はいで、えっと。普段私のメニューにある体験セッションと,、うん、とはあの、えっと、またちょっと違うんですけれども時間とかちょっと違うんですけどかなり破格であの、はい、今回募集をしていて皆さんに知ってもらおうと思って出しているんですけれどもそれをちょっと今日お知らせさせていただきたいなと思います。はい はい、えっと、8月18日から8 0日まで。20、はい、日までですね。ええ、はい。はい、で、えっと、その記事をですね、あのない詳細を、えっと、まさこさんの方にから、あはい、質問の,の方での貼っていただいて。ノート貼りますね。ありがとうございます。じゃはい。あはい、で、今貼ります。はい。今、コメント欄に。うん。 あありりまましたありがとうございます開けていただくと開きますかね、はい、ちょっと見てくださいねでこちらでとプレセッションコーチング体験ということで、はい、破格のお値段で、はい、あそうですねはい <laughs> 体験セッションを受け,で受けていただけますので、はい、ちょっと開いて見てみてくださいね はい、ありがとう。ございます。はい、ますじゃあ、お知らせはプレセッションです。はい。ね、はい。はい。そして、えっ、ー、と、次、特典。はい。じゃじゃん。はい。えっと,、はい、と、ご案内にもね、えっ、ー、と、記載させていただいたんですけれども、今日は、えっ、ー、と、素晴らしいプレゼントですね。はい。はい。はい。えー、じゃあ、申し上げましょう。はい では今日、日あの、うん、このライブをご視聴してくださった皆様にあのこのリアルタイムで今日聞いてくださっている、見てくださっているあ、はい、あ違いいましたリアルタイムで、えー、とご視聴してくださった皆様の特典としまして、うん、あの実はですね、えーはい、私、8月25日に。 ええ協調で本を出版することもはいありがとうございます宮部さんちょっと画面共有させていただいてはいありがとうございますはいあのましてですねはいはいとこちらですねはいはいはい皆さん見えますかはいありがとうございますはいここにねあのこの本なんだ君も在地球宇宙人か っていう題なんですけれどもすごーいはいあのえ実はこれ協調で3人の協調で出すんですね。<ー>はい、で私はまあその3人のうちの一人なんですけれどもこの「光ランド出版」から、うん、出ます。でこれはですねあの面白い実はすごく面白くてあのあの全然スピリチュアル系の本ではあるんですけれども。 オカルトの内容とかとかか UFO 一切出てこない宇宙人って書いてますけれども、えー、あの新時代の,あの生き方みたいなものをねあの本当に3人それぞれの経歴の3人がバラバラの3人がそれぞれにあの書いているというねすごい不思議な面白い本になってますのであのきっとまあ、まあ、皆さんの抽象度で。 いわ,いわゆるゲスタルトでがどう統合されるのかっていうかどんなふうにあの受け取られるかは人によって違うと思うんですけどこの8月25日にこれが出ますので、ええ、今日あのリアルタイムにご,あのご視聴したかくださった方にはあのもご希望の方には、えっと、これをプレゼントさせていただきます。わあ<ー>、嬉しいです。<あの> <laughs> えっと、25日が発売だからまだ手元にないんですけど私の Facebook の DM メッセンジャーの方から、うん、えっと本希望協調本き希望みたいに書いていただいて、はいえー、お名前とご住所を記載していただきますと、うん、そのご住所に喜んであのプレゼントさせてそ郵送させていただきますのであ郵送してくださるんですね、はい、郵送させてもらいますのでよかったら、はい、あのぜひぜひ。 えっとご連絡ください。はいはいそれでえっ、ー、とじゃあちょっとこれ画面共有を外します。はい、ありがとうございます。はいはいそれでえー、っとこちらもはい八月二十五日それで、はい、えっと締め切りはどうしましょう今日ですか。えー、ね三、えー、日以内にしてます一応。 まあ、今、まあ、三日、そうじゃ、ダメか、どうしよう。どうしますか。あの、一応、三日以内でもいいのかなと思っていて。本当に、優しい宮和子さん。じゃ、えっと、三日以内っていうと、八月の六日ですね。六日までに。今日の。協調本希望。みたいな。感はい。今貼り付けました。ありがとうございます。はい。じゃ、こちらを。えフェイスブックのね。 メッセンジャーからダイレクトメールを送っていただくと、はい、宮子さんが郵送で8月25日以降,日以降です、はい、送ってくださるということですので、皆さん、今見てくださってる方、ね、たくさんいらっしゃいますけれども、<laughs> DM をお送りくださいね。 はい、ぜひぜひお待ってます。はい、<ー>ありがとうございます。はい、いじゃあこちらリアルタイムのえっとプレゼントでした。はい、でもう一つはえっとこれからね、はい、アーカイブでご覧になってくださる方もたくさんいらっしゃると思いますので、はい、でご視聴くださった皆様で今この本のねご希望を出された方もいいですね,ちねもちろんですもちろんですはい、えっと、の特定の方もいいですかご紹介いただいて。 はい、わかりました。先ほど申し上げた8月18日から20日、はい、20日まで行うそのコーチングのプレセッションの 2>,、はい、2万円なんですけれども、5万円相当が2万円になってるんですけど、それをさらに1万5千円で、あの、受け止めらさせていただきますので、はいの、これもよろしければお申し込みフォームから備考欄に、スノイチャンネルを見たというふうに記載していただいて、はい、<laughs> あのお早めにお申し込みいただきますと、はい。はい この値段で受けたまわらせていただきます。これも今貼り付けました。ありがとうございます。プレセッションの体験のお申し込みですね。はい、フォームがありますので、こちらの方から、とつのいチャンネル見たよということで、はいはいと、お送りください。で、5万円が2万円、それが1万5千円っていうね、もう、特別大サービスの金額でとコーチングしてくださるっていうことですので、はいはいと ぜひお申し込みください。ね、なかなかないチャンスですからね。そうですね。はい。そうですね。ぜひ,ぜひぜひ。はい。はい、ぜひぜひお願いします。お待ちしてます。はい。はい。はい、それではと、プレゼントのご紹介でした。それで、はい、えっとですね。じゃあ私の方であと、あと、そうですね。それと、みやこさんすごいんですね。ツイッターとかインスタもされてるし、 公式 LINE とか、あと、スタンド FM、先ほどね、ご紹介してさせていただきましたけど、うんはい、スタンド FM の URL も<あ>お送りしますので、ねはいあ、ありがとうございます、うと、美和子さんのホームページ、イマージュ。あ、はい。こちらの方も貼り付けましたので、はい、こちらも。まさこさんであの、今の、あれですよ、ホームページ、やっと、解説っていうんですか、あの、やりましたね。<laughs> ストップしてないですか。今日、開けれまはい。うん 皆さん見てください。い<や>素晴らしいホームページいやいや、ね。はい、ありがとうございます。はい。はい、で、美子さん、はい、いつもとお招きしているコーチから、うん、いい人からのいい言葉っていうことで、一言、はい、い,い,いただいているんですね。はい、はいはい、さんの大切にされている言葉とか、お好きな言葉とか、皆さんにプレゼントしたいお言葉とか、うん、何か一言いただくと、簡単なご説明 いあああなるほどはははい、はい、はい、うん、分かりました、はい、あのねえっともうこれねいろいろあるんですけど、はい、やっぱりこれかなっていうのにじゃあしますね。はい <laughs> あのえっとね玉道博士がご著書の中だったかはいミックステレビだったかな,なんかわ忘れちゃったんですけど、うん、どこかでおっしゃってたんですけれども。 あのねあのね何が起こるかではなくて何を起こすかだぜって、うん、何が起こるかではなくて何を何を起こすかだぜ、うんうん、何を起こすかだよ <laughs> っていうかだぜって、うん、<laughs> それがもうなんかすっごい刺さってなんかねえ<ー>というのも私があの長年その こういう活動するに至るまでもね、本当に、あのーえっと、な自己価値がまあ低かったっていうのもあるんですけど、いろいろあってね、あのー、なんかね、いろんなことを怖がって生きてきたんですよ。世の中も怖いし、自分の未来も怖いし、自分は力がないし、弱いしみたいなね。で、怖いっていうのって、いつも何かが起こるんだろうって、何が起こるんだろうと思ってるんですよ。でなんか やる新しいことやろうと思っても、いや、なんかそんな、こういうことが起こるかもしれないからとか、外側から起きてくることをいつも受け身で、どの体制でこれを受け取ったらいいのぐらいな感じの生き方だったんですね。今の美和子さんからは考えられないです。<laughs> そうですよね。ね <laughs> そうなんですよ。<laughs> ピンポになっちゃいましたがいや、それで逆に、 何を起こすかだぜっていうシンプルな一言がもうなんかそうだよ私この半世紀でね全然自分で起こしたことはあるのかと <laughs> 自分の人生を生ききったかって問われてる気がしてうん、うん、なんかそれでなんか苦しい時とかあのこういう言葉を思い出しますでこれはあのスピリチュアルな活動がやってる中でもね公認に付随するようなメッセージがいっぱい。 受け取ってたんですよね。で、<ー>自分の石造りしてたんだけど、でも改めてあのトマメ博士からこの短いフレーズで <laughs> バンバンって言われた時にな、うん、ぜ、うん、もうなんかかっこいいと思ったしすごく <laughs> うーすごーいと思いましたな。なんですごく響きました。なんかミヤクさんのためにくれた言葉みたいですね。うん、あ、そうですね。このこの言葉さえも演技ですよね。本当に演技ですよね。<laughs> <laughs> うん、もう大切な演技です本当にね、うん、で今日これを聞いてくださったでっね初めてね聞いてくださった方もここから演技がね、うん、はいそうですねはい<う>本当にそう思いますはい、うん、はい何何が起こるかではなくて起こすか何を起こすかだぜ、うん、ですねうん。 はいありがとうございます。ありがとうございます。本当素晴らしいと思います。この言葉だけでもね、皆さんこれから変わっていくんじゃないのかなって思いますよね。羽もそうですけどね。何を起こすかだぜ。だぜ。はい。ありがとうございます。はい。みや子さんからのいい人からのいい言葉でした。ありがとうございます。 最後に私の方からです、ねえっと、お知らせなんですけれども、コーチをお呼びしての対談ライブ、つのいチャンネルですけれども、まあ、次回は来週の水曜日ですから、10日ですね、10日の9時からを予定いたしておりますので、うん、あ9時過ぎぐらいかな、はい、また告知をさせていただきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。はいありがとうございます。 じゃあ今日は、美野宮和子コーチをお呼びしての、はいはい、そう演技、ね、の理解が人生を変えるというお話をしていただきました。宮和、はい、子さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、ね。ご視聴のあ、待って、コメント、えー、っと、<あ>ちょっと待ちくださいね。あ,うん、あ、ちょっと待ちくださいね。と、はい、お、む田だ子さん、私にもとても刺さったことを思い出しました。 わーい嬉しい。ああ、ね、嬉しいですね。はい。はい。江村さんも、何を起こすか、自分こそが縁起の中心であると強く意識させる言葉ですね。うん、そうですよね。本当にそう思います。うすね、もう。うん。本当。はい。嬉しいですね。はい。はい。ということで、ご視聴くださった皆様も、はい、本、とし、ね、えっと。 ジョージョンに入ますねえはいぜひぜひあとコメントもありがとうございましたそしてご視聴もありがとうございましたじゃあ今日はここで終わりにしたいと思いますどうも皆さんありがとうございました私もありがとうございます、はい、みなこさんありがとうございました